はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね一役から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんでしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、造血幹細胞移植の副作用とね、合併症のお話をねしていきます。臓器移植というのはですね、何でもそうなんですけどもね、移植というのはその自分の体にある細胞以外のものを移して植えますので、それによってね、その様々な反応がね起こるんです。例えばね、お花や家庭菜園が大きくなってきたらですね、別の大きな鉢にね、こう植え替えた時にですね、土があっていなかったらね、病気になったりとか、あとはまあ飼っているそのお魚 の水槽あるじゃないですか、あれのね、お水をこう変える時にね、合わせられなかったりするとですね、お魚の病気になったりしますよね。それと同じようにですね、造血幹細胞移植の後にはですね、さまざまな副作用とかね、合併症がね起こります。造血幹細胞移植にね、その共通の副作用としてですね、全員処置に関連して起こる血球減少や、粘膜障害でしょ、そして血球減少に関連して起こる感染症、貧血、出血などが挙げられます。これはですね、全員処置に使ったね、強力なね、抗がん剤とかね、放射線照射のね影響だと思うんです。でこの全処置の抗がん剤に関してもね、まだ後ほど少しねお話ししますけどもね、その造血幹細胞移植をしたら必ずついて回ってくるのがね、移植変態宿主病というね、 GVHD と呼ばれるね悪い反応があります。でその移植変態宿主病にね代表されるのがね、免疫に関連する合併症とかね、免疫力が著しく低下することに伴うさまざまな感染症、あとは移植後の、数ヶ月以降に起こってしまう、ね、肺の障害とかね、それをね晩期障害というんですけど、ね、それが起こることがあるんですよ。このね、移植後数ヶ月以降っていうのはですね、期限がね決められてないしね、人それぞれなのでね、誰も決めれないんです。なんならね、ちょっと決めてほしいくらいなんですけどもね。でね、先ほども言いました全員処置ですね、全員処置に関連してね起こる副作用なんですけどもね、通常の化学療法と呼ばれるね抗がん剤とかね、放射線照射とね同じくですね、血球の減少と口内炎と脱毛と食欲不振と吐き気と嘔吐と下痢などがね起こりますけどもね、移植全処置ではですね、追い風が吹くようにね、それが勢力を増します。強いね口内炎と喉の痛みのためにですね、多くの患者さんではですね、一時的に食事を取りづらくなってね、僕はそこまでは至らなかったんですけどね、モルヒネなどね、医療用麻薬によるね鎮痛がね必要になることもあります。僕もね、このね医療用麻薬がね欲しかった時もありましたけどね、ちょっと麻薬という風な言葉を聞いてね、ちょっとビビって我慢しました。我慢せんとね、言うてやって言うてくれたんですけどね、先生はね。でもね、やっぱ自分的にはね、ほんまにビビってしまったんでね、よう言いませんでした。でそしてね、その他にもね、頻度は低いんですけどもね、肝臓、腎臓、肺、心臓、中枢神経などのね、重要な臓器にですね、障害が起こることもあります。で、これらはですね、臓器の粘膜障害となりましてね、胃ならね、嘔吐でしょ、で、腸なら下痢となりますので、もうかなり過酷な状況になるんです。肝臓で起こるとね、その血管が障害されてですね、黄疸とかね、肝腫大とかね、腹水が溜まるなどのね、肝中心静脈閉塞症になるとですね、生命に関わる重篤なね、副作用となります。黄疸に関してはですね、当時僕が入院中にですね、担当してくれた先生がね、こうすごく気にされてましてね、病室に来るたびにですよ、眼球の色をね、こう両方パッと見てね、こう確認されてたのね、すごい覚えてます。命に関わる重篤な副作用なのでね、その先生がめちゃくちゃ気にされるのもね、すごいわかりますね。で続きましてね、移植変態宿主病 GVHG はですね、移植後に起こる特有のね、合併症のことでね、ドナーさんからもらったリンパ球が患者さんの正常な臓器などのね、細胞をね、こう異物とみなしてね、攻撃することによってね、起こるんです。これもね、重症化するとね、治療が難しくなってね、時に命に関わることもあります。でこれに対してですね、拒絶反応というのがあるんですよね。それはですね、患者さんの免疫細胞がドナーさんからもらった移植片と呼ばれる、ね、細胞を異物と認識してですね、攻撃することによって起こる合併症で、 GVHD とは異なります。で一方ですね、軽症のね GVHD がね起こった方がね、白血病の再発が減って、
患者さんの予後が良くなると知らされてるんです。でもね、その軽度の GVHD、 軽症の GVHD って言いましたけどもね、軽度の軽症のってね、どれぐらいがね軽度なんでしょうかね。これね、どんな度合いでもね出ても結構辛いんですよ。僕は今でこそこんな状態でねまで回復しましたけどもね、2019年の12月の末にですね、こう一回退院してね、その直後っていうのはですね、実はまだ家に帰ったらあかんかもってね、内心思ってたんですよ。これね、12月にこう家に帰ってきた時というのはですね、口内炎がねほんまにひどすぎてね、食事がすごい大変だったんですよ。入院してる時はね、その病院食のおかげでね、全てのおかずをこう柔らかくして煮込んでもらってくれてて、でお米もねおかゆやったし、病院食はねもう最終的にはね、カロリーの高いアミノ酸たっぷりのね栄養補助ドリンクとかね、ゼリーくらいしかね食べれてなかったので、お家に帰ってきてね普通のご飯をいきなり食べるとですね、もう何もかもがね口の粘膜にねこう刺さる感じだったんですよ。どんな柔らかいものでもねこう刺さるように痛くてね、かまぼこ、ちくわなどね、練り物とかね、あとはお鍋でこうクタクタになった野菜でさえもね最初は刺さりました。もうお肉なんて最悪でしたね。たとえどんなにね低温調理でねこう長時間煮込んでもですね、柔らかくしてもすごい痛かったしね。まあその他の食材もですね、こうフードプロセッサーとかね、ハンドブレンダーって結構粉々にしてた時もあったんですけどね、それでもすごくね痛かった、大変だったんですよ。でもそれでもね食べないといけないので頑張ってね口には入れるんですけどもね、もうあまりの痛さにねこう体がピクッとこうなってね、もううわーっとこう発狂してしまってね、奥さんとかね子供にねこう不安をな思いをねさせてしまってね、困らせてしまったこともあるんです。まあ、今でこそねめっちゃマシになりましたけどもね、まだ痛いですけども、口腔粘膜障害というのはですね、まあこれぐらいではね入院するほどでもないので、すごくね我慢してね生活をしておりました。まあ、これらの他にもですね、臓器障害もそうなんですけどもね、退院するほど回復したとはいえですね、やはりね重症化するとね命に関わるので、免疫抑制剤やねこうステロイド剤を飲んで、この症状をね抑えないといけません。この症状というのはですね、移植後にこう残存している腫瘍細胞をね異物とみなしてですね、攻撃する免疫反応によるものでね、移植変態白血病効果 GVL 効果とね言います。でそのためにですね、 GVHE による臓器障害という悪い側面とですね、GVL 効果による再発減少という側面のね、この相反するその反応をね結構バランスよくねこう管理することがね重要なんです。でまあ、このねバランスよく管理がね、先ほども言いました、今僕が飲んでいるね免疫抑制剤とかねステロイドでね症状を抑えてね、この体を管理していくということなんです。まあね、免疫抑制剤を飲んでますけど、確かにね症状は今抑えられてますけどもね、こう飲んだ瞬間にね抑えられるといったねこう即効性があるわけではないのでね、まあそれもねすごく時間がかかってね、まあ効果が出てきたのか症状による痛みに慣れてしまったのかがねほんまに分かりません。で今はねそんな状態で、それがまあ口の中に集中してですね、長い間虫歯に悩まされてしまっています。という感じでね、造血幹細胞移植の副作用と合併症について簡単にお話しさせていただきました。次回はね、造血幹細胞移植の、ね、合併症である移植変態縮視病 GVHD の症状と治療を各臓器でね発症した場合でのお話をねしていきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。